やっていくことはまずさ、ストローク5機種ストローク打って、その後ボレーをさせてもらって、最後サーブですね。はい、この3つに、特化していきたいと思います。じゃじゃん、ダンロップ FX シリーズ、 FX シリーズラケットです。はい、今日はこちらの方ですね、試打していきたいと思います。はい、すごくカラーリングといいですね。はい、なんかこうラケットの雰囲気といいですね。なんかちょっとワクワクさせるようなですね、ラケットになっていると思います。さあ、で今日はちょっと石田コーチの方ですね、レッスンの、終わった後にですね、ちょっと相手してもらうんですけども、まあどういった形ですね、でこうこのラケットをですね、はい、なんだろう、うまくこう説明していけるかというのは皆さんの想像とですね、はい、妄想にお任せいたします。今日はですね、やっていくことはまずさ、ストローク5機種ストローク打って、その後ボレーをさせてもらって、最後サーブですね。はい、この3つに、特化していきたいと思います。まあ、こう見ながらですね、はい、あ、こういう感じ、あ、この人のフォームでこう打ってたら私はこんな感じかなといったこうイメージを イメージを巡らせながら、ここはね、見ていただければと思います。はい、それではよろしくお願いします。まず着替えてきますね。
すごい。桃田源との秀逸。あー、ごめんなさい、よく出てくる。あ、これいいかもな、ね、すいません、500です。LS です。それおお、いや、全然です。